分かります。そう、そういうこと、そういうこと。ちょっとだけそれはでも分かります、うん、あの負けるもんかって思う時があって、もう今は長いよ、もうかなり長いからね、随分ね、うん、長くなってくるとそうなりますよね。なんか戦友ですよね、うん、分かります。戦友ってなんで戦友自分分かんの？戦争行った？いや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 、なんかこう俺結構年やけど戦友って意味分からへんの。だって戦争行った友達おらへんの。ある意味ライバル的な感じで使ってます。え？あのよくゲームの中では戦争してますよそれ戦友って言わ、まあ、まあその話もやめよう、やめましょうかその話もややこしいわな、言い出しきりない、まあ、でも私も素材とよく戦ってますもん。そう、これミシン動かなくなったとかよくありますよね。自分で作ったのこれ。これは違いますけれど、あの自分のコスプレの衣装は自分で作ったものもいっぱいあります。自分デザインだ、はい、おー、関心やね。あ、本当ですか、うん、いや、でも本当ですかそれはほら、技術持ってるで英語でやるの。コスプレイヤーの中ではそれってあのほとんど普通のことなんですよ。だからそこで褒められることってあんまりなくて。え、どういうこと？自分で作ることが当然的な雰囲気もありつつ、あ、売ってへんからな、あんまり。そうですね、気に入ったもんが。今そうなんですよ、そうなんですよ、うん、今でこそ手に入るようになったんですけど、はい、うん、生地の色とか微妙に違うんですよ、デザインとか、うん、あとは自分の体型ってやっぱり個々としてあるわけじゃないですか、うん、その体型にぴったりこうしたいっていうやつとかあるとやっぱり手作りしかないですね。ものすごい微妙やと思うねん、そのスカートの広がり方とか足の見え方とか、はい、が そうなんです。そういう微妙なところがやっぱり既製服では無理やん。そうなんですよ、だからスカートに針金入れたり、なんで引くんですか。いやいやいやそうなんですよ、で来たから。だってそうなんですよ、本当に。だから針金とか本当に入れたりとか、うん、あとはなんかこう接着剤を使ってどうにかしたりとか、あの、ね、あと今ちょっと苦労してるのがみたらし団子、今作ろうかなと思ってて、みたらし団子って会場汚れるじゃないですか、服も汚れ、食べるために着るためにみたらし団子っぽい衣装にするんだ。小道具、あ、みたらし団子小道具、どの辺小道具ですか。あの例えばですよ、うん、あの戦国バサラっていうアニメもスタートしてるんですけど、ゲームがあって、その中のキャラクターが団子が好きなんですよ。で常になんかこう団子を抱えてる小道具として作ろうと思ってるんですけど、毎回毎回みたらし団子買ってくるのも大変なんですよね、ベタベタするし。みたらし団子っぽい小道具を作る。そう、それをいかにしてあの垂らしてる、なんですかね、美味しそうなみたらし団子を作るか、はい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 、焦げ目をつけたりとか、はい、それに今ちょっと試行錯誤してます。なるほど、簡単や。そんな仕事やってるの？そうなんです。ちょっとリンクしましたよこれ。作ってんの？そう。あのちょっとさっきは混乱させられてちょっとラビどうしようかなって思ったんですけど、仲良くなりそうです。うわ。ちょっと待って、俺の意見も聞いて。はい。何ですか？仲良くなるための意見。はい、わかりました。そう。うん。何でしょうか？いや、何を？仲良くなる意見。どうぞ。いやいや、仲良くなる。私にも質問しますかじゃあ。せやな。何でしょう？ゲストから質問する。ではどうぞ。あのそういえば先ほど何の仕事をされてるのですかって、うん、っていうか収入源のメインって何なのやろなと。はい、収入源のメインメインですか。あの仕事内容ってことですよね。せやな、これでまあいや生計立ててるんじゃないやろかっていうメイン、うんうん、分かりました。じゃあそれを当ててみてください。ああ、当たるかな。はい、あのじゃあ5個だけ質問を許そうと思います。はい、どういう質問をしたいのよく分からない。タレント？違います。仕事内容ですね。例えば、はい、この番組誰に向けてこの番組って成り立ってるの？例えばその対象。対象ですか。視聴者の対象。メイド好きの人や、ご主人様や、うん、あとはなんかちょっとこう、あ、これ面白そうだなっていう人とか、コスプレイヤーに向けてとかですかね。ああ、そういう人のためのマイヤー番組。そうですね。そういう情報提供になればなというふうに思ってます。ああ、かといってそれが仕事でもないわけ、ね、はい、デザイナーとかでもないわけ、ね、ですね。してますけどね、うん、まあまあそれはまあ別に便宜上だから僕と同じようなものそうですね、そんな感じです。ミシンかけてるから言うて別に衣装を作っててそれ売ってるっていうわけじゃないよね。ないですけど衣装は作ったりしますね。確かにそれ売ったりプレイヤーですからね。ああ、まあたまにします。それでちょっとだけ臨時収入を得ることもあります。そういう、例えばその、まあ、僕の仕事もそうやけど、はい、そういうちゃんとしたカテゴリーの職業ってあるわけ？あります。え、ありますよ、ちゃんとあります。店員とか、はい、あの普通にカテゴリー的にはあるんですよ。多分私のことを知ってる人はもう私のこと分かってますからね。今多分笑われてると思うんですけど、うん、あ、そうなの。向こうでありますよ、ちゃんと、はい、あの市長さん、いや、あいつ分かったらへんわみたいな感じでいやいやいや、今笑われてるのか。そういう意味では多分あのいや、しかまたラビちゃんあんなこと言って困らしてるわ、でさっきの仕返しやろ的な感じで多分笑ってる。なんやろな、まあ、まあそれは置いといて、とりあえずいくつ？それはメイドさんとしとらないんで。あ、メイドとしとらへんの？メイドとしとらない
です。あ、持論か。メイドさんは年取りません。やったね。そうか、年取らへんねや。年取りません。何やな、まず1個だけなしそう。何やろ。ちゃんとカテゴリーはありますよ。ただそれをメイドさんがやってるだけです。あ、ただそれをメイドさんがやってるだけ。そうなんです。マッサージとか。おっと、近いですよこれ。太鼓式マッサージのマッサージャーとか、なんかそういう。かなり近いですね。今確信つきましたね。すごいですね。スポーツどうやこうやみたいな。あるやん、なんかそんな、あのスポーツ系 の, そのマッサージ、ああごめんちゃうみたいな。そうですね。マッサージは結構近い。かなり近いですね。おしまいです。おっとっとっと、時間が来ましたということで。答えはですね、あのリフレクソロジーの、ああ、何やろ、ほとんどそうやんか。はい、まあ、マッサージではないんです。マッサージって言っちゃダメなんです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうなんです、マッサージのお店ではないので言えないんです。ただまあ、あのオイルを使ってですね、あそういう風に。あ、いいね、そういうのね。はい、僕はちょっとどういうか、太鼓式マッサージ派やね。ああ、そうですか。うん、いや別にあのマッサージが好きやとかどうやとかじゃなくて、あの雰囲気が好きなの。ちょっとアジアンテイストの、この香りが、水の音が聞こえてて、ヒーリングの音楽みたいなんで、ガー寝て寝ながらマッサージしてもらうの。すだれがかかっていたりとかして落ち着きますね。その通りでございます。それはメイドの格好でしたね。この格好で、こういう格好でしてるわけ。そうです。あのその例えばタイやったらタイのあれじゃなくて、はい、その民族衣装じゃなくて、民族衣装ではなく、もうメイドが民族衣装的な感じで、リフレッシュ工房アトリエユミっていうのが、私のですね。え、自分でやってんの、経営してんの。いや、経営は違います。経営はさくらさんっていう方なんですけれど、さくらさん、まあ、はい。はい、その方が、まあ、あのアトリエミミっていうのを開かれて、そこであの働いているメイドです。これはどっち、そのマッサージメインなのか、それとも接待メインなのか、どっち。まあ、あのリフレクソロジーメインです。あの心のケアの方がメインっていうこと。両方です。え、それなりにマッサージもちゃんとできる。マッサージではないです。あっ、さいな、今怒られるんだもん。じゃなくて、リュウルルルで行く必要あるやん。もうあのマッサージはもう一つちゃんと上の免許を取らなきゃいけないから、絶対そう、そうとは言っちゃダメだ。説明をするにしても、その言葉は使っちゃダメだって言われてるんですよ。実際マッサージはしてないんです。何やってるの。え、何やってるの。マッサージなかった。マッサージじゃないな。マッサージじゃない。またそうやって見えないところと会話して嫌ですね。そっちには誰もいません。まあ、リフロランとかだからリフレッシュするためのね。そうですね。オイルでこういうふうにあのリンパの流れを良くしたりとか。まあ、どっちかというと会話メインやな。そうですね。心地よくおってもらって、もう気分よく帰ってもらおうっていう、そういう感じ。ただ一番のメインにしてるのはこれがヒントなんです。実はこれあの私ジュゲムで消しちゃってるんですけど、このここか持ってるこれ。これ棒、はい、この棒メインがあってですね、何これ分かりませんか。これアジケとかで言うてるのこれで干したのかとか。耳かき。あ、俺耳かきか。あ、なるほど、パフパフがついてるわけや。ちょっとあのこれあのすいません、ラビのやつはこれで消してしまってるんですけれども、ジュゲムちゃんで。なるほど。あ、これ耳かきを持ってはんの、ね、そうなんです。実はまあ、他にもいろいろついてますけど。え、これを、はい、じゃ日本橋でやってるわけ。そうなんです。あの耳かきを主題としたリフレクソロジーっていうんで、まあ、最近かへんかな。ぜひ電気関係の趣味多かったから、はい、昔は部品買いに行ってたんやけど。あ、そうなんですか。うん、最近も、まあ、パソコン系のなんかなんかそういうお店とか、あの、はい、まあまあ、メイド系だったりとか、ちょっと空き場に降ってる部分があったりするやん。そうですね。うん、最近ちょっとな、部品やりとかもほんまになんか少なくなってきましたしね。ずっと。あ、そういうところでやってるんです。はい、そうなんですよ。ぜひね、耳かきね、ラビはとっても得意なので、ぜひ受けに来てください。耳かきちょっと言わせよ。とかってな。必殺仕事人って言われる。やってもらった瞬間に好きになってしまいそうなところあるよ、ね。耳かきはね、うん、あ、やばい。膝の上に頭乗っけてやるわけ。そうです。こいつ気に入らないんだ。ブスッとついたりとかする。必殺仕事人ですよ。ちょっと抜けた、ね。ピラリーって。そういうのはないよ、ね。まあないです。そんなあのこっちが不利になるようなことはしません。そうやな。